パメラアドロンはアメリカ合衆国の女優、声優である。1966年ニューヨークマンハッタンに生まれる。芸能一家の生まれで母親のキデオニアドロンは女優、父親のドナルドダン、マックスウェル・シーゲルはテレビのコメディ番組のライター兼プロデューサー、またフィクション小説などの作家でもあった。そんな父親の仕事の関係もあり、幼い頃から家族でたびたび、 ニューヨークとロサンゼルスの行き来を繰り返しており、父親の知り合いのつてで9歳の頃にラジオ番組に出演したこともある。高校を卒業した後にはサラ・ローレンス大学へ進学した。1982年にミシェル・ファイファー主演のグリース2で映画デビュー。1980年代にはテレビを中心にキャリアを重ね、女優としてテレビや映画に出演したほか、 数々のアニメーションに声優として参加している。スタジオジブリの2作品の英語吹き替え版に参加しており、1989年の魔女の宅急便と1997年のもののけ姫がある。また2000年にはバンパイアハンター D の英語吹き替え版にも参加した。数ある出演作でも特に知られている仕事の一つとして家族をテーマにしたアニメシリーズ キング・オブ・ザ・ヒルがあり、同作品では、ヒル一家の肥満体系の一人息子ボビー・ヒルの声を担当し、228エピソードに出演している。同作品への出演で2002年にプライムタイム、エミー賞を獲得した。近年では、デエビッド・ドゥ・カブニー主演のテレビシリーズ、カリフォルニケーションへの出演でも知られている。1996年に、ドイツ系の映画監督として知られる。 パーシー・アドロン監督の息子、フェリックス・オー・アドロンと結婚し、3児の母親となったが、2010年に2人は離婚した。ありがとうございます。